こんにちは、早坂剛です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、ワードプレスのプラグインについて紹介します。これを使えばですね、多角的に文字分析ができるようになります。はじめに、ワードプレスとは簡単に言うと、専門知識がなくてもウェブサイトを作れるブログソフトウェアです。工場労働者の僕でも使えます。とても便利です。新エディターのグーテンベルグでは、記事作成画面の一番下に文字数がですね、表示されなくなってしまいました。2020年の2月8日現在の話です。今回ご紹介するこのプラグインは、こういった投稿した文字数に関する問題点を解決してくれる、そういったイメージですね。例えば、月間文字数、固定ページ平均文字数や投稿記事文字数ランキングなどなど、便利な機能がたくさんあり、詳しい分析ができます。興味がある方はワードプレスに追加してみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。最後に、僕は工場で働く労働者です。少しでも今の生活を豊かにしたい、そう思ってですね、 YouTube、ブログなどで活動しています。ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それからですね、メルマガもやっていますので、そちらもですね、合わせてよろしくお願いします。では、失礼します。